はぐれないように手つなごっか。そのぎょっとした顔、癖になりそう。どんなに頭のキレが良くても、それが女心を読む力につながるとは限らない。女心も学校で教えてくれよって思います。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは檜山貴臣本編、彼の本音編です。女性の扱いに慣れているこちらの大谷羽鳥が、合理的な檜山さんの心境をどう揺るがしていくのかも、ヒロインと結ばれるポイントになっているようでした。続きをご覧ください。どうぞ。まさか未だに金木犀の君に焦がれてるの？どっちにしろ二度と会えない女の子なんて忘れるに限るよ。まあ、切り替えも大事ですけどね。回想シーン。私のことは喋る屋上かなんかだと思って遠慮なくどうぞ。まあ、これ実はヒロインなんですけれども、金木犀の君とされてます。とにかくもう二度と会うこともない相手なら、言えることもあったりしませんか？まあ、後腐れない関係ってやつですよね。まあ、これは本当にあるよね。大人になるとどうしても何を言うかよりも誰が言うかに注目が集まっちゃったりして、言葉そのものが刺さんなかったりするんだよね。だから言う側も言われる側もですよね。まだ覚えている。一夜の出会いというにも短すぎる。たった一時の仰せ、渋い言い方。二度と会うこともない相手なのに、記憶はやけに鮮明で、まあ、だからこそなんでしょうね。今まで不要と思った感情は容赦なく切り捨てて、思い出さえも脇に置いてきたのに。それでも彼女とのひとときは未だに忘れられず、かつての檜山邸と同じ庭にするというこだわりを捨ててまで、今の屋敷に金木犀を植えた。まあ、この辺が檜山さんの人間性が現れるところですよね。あのひとときを忘れられない理由は分かっているつもりだ。彼女と話したとき、俺は檜山グループの若き後継者でもレベルのリーダーでもなかった。あらゆる鎧を取り去った単なる一人の檜山貴臣だった。まあ、それは今もそうなんですけれども、そこに気づかせてくれるのがヒロインの存在だよね。そんな合流をしたのはあの町で過ごした幼少期以来で、あれは偶然の出会いだからこそ成立した交流だ。数年の時が経ち、レベルに目立った亀裂が入ることはなくなったし、一人夜風に当たって思い悩むこともない。なのに、ご趣味は、つまり檜山さんの好きなものって何でしょうか？積極的だよね。まあ、でも客観的でいたい檜山さんにとっては彼の主観を取り戻すためにはこのぐらい必要なのかもね。服部を追い返したのをものともせず、クソガキは一歩俺に踏み込む。檜山さんがマトリを信じていないように、マトリも今は檜山さんを信じていません。まあ剣気がかけられてる状態ですからね。でもやっぱり信じたいんです。クソガキがまっすぐに俺を見つめる。クソガキの瞳に自分の顔が映っている。もっとフラットに檜山さんを見なきゃと思ってました。でも別にこれまで見た檜山さんが嘘ってわけじゃないですよね。クソガキが自分自身を見ているかのように錯覚してしまう。そんなことあるはずがない。もし事情があって檜山さんが黙秘するのなら、私もマトリとして、それからクソガキユイとして個人的感情を含む、全力で檜山さんのことを見極めさせていただきます。お嬢さんは事件解決のために動いているだけだ。捜査官としての責任感が言わせた言葉を勘違いしそうになった自分を恥じる。まあ、お互い仕事だからって自分に言い聞かせているんですよね。だから似てるんですよね、この二人は。しかしそこまで俺を勘違い
させそうになった人間すら最近はいなかった。お嬢さんのひたむきな熱意は認めるべきだな。好きにしたらいい、できるものなら。だが、そういう背景があったんだね。ありがとうございます。お言葉に甘えて好きにさせていただきます。この屋敷の中でなら一度試してやってもいい。守られるべき花のような存在ではなく、あくまでマトリとして振る舞うというのなら、何をやろうとするのか、どこまでできるのか見極めてやる。お互いその姿勢なんだね。クソガキはいつも俺の予想を超えてくる。お帰りなさい、檜山さん。また起きていたのか。はい、檜山さんの顔を見ないと眠れない体になりましたので、病気かな。いい病院紹介しましょう。檜山さん、お帰りなさい。今日もか。一体いつ寝ているんだ。お前は俺と違ってショートスリーパーじゃないだろう。まあ檜山さんと会える時間帯に起きるよう生活リズムを変えたんですよね。じきに諦めるだろうと思ってもクソガキは根を上げない。まあマトリの仮眠室とか使ってね。お疲れのところ連日ご迷惑だとは思いますが、契約違反ではないはずです。それは。私が檜山さんを知るには朝と夜しか時間がないんです。だからどれだけ鬱陶しくとも、これはもう私なんかを人質に取ってしまった檜山さんの過失ということでお願いします。まったく、とんだお嬢さんだ。ここまで来てもまだ自らを顧みないなんて。散々冷たくあしらってきた男を知ろうと身を粉にするなんて。ふん。はは。おかしくて自然と笑みがこぼれ、いつしか俺は笑っていた。自分の笑い声を聞いたのはいつ以来だろう。なんかこうやってちょっとずつ主観が芽生えていくんだよね。このままだと体を壊すのはお前だ。一つ誤解がある。疲れるのは俺じゃない。え？もう少し体をいとえ。手袋を外し、少しだけ血色の悪いクソガキの目元に触れる。まあ寝不足ではあるだろうからね、ヒロイン。暖かい。当然といえば当然の人肌の温度。けれど、心のどこかで安らいでいる自分がいた。まああとね、この手袋の謎ってのが明かされてないよね。人質として切り捨てるためとはいえ、肩書きで人を判断し、お嬢さんの本質を見ようとしていなかったのは俺か。クソガキには周囲を動かす力がある。この点は認めてるんだよね。現に今俺の心は動かされている。ならば今の状況を打開する要素の一つになる可能性はある。謝る必要はない。下手な打算がないことは十分に理解した。え？こちらが俺よ。それじゃあ話をする。ただしクソガキの休みの前日に。そうして約束を取り付けました。社長、お帰りですか。たまには定時退社をしないとお前にも負担がかかるからな。ぜひゆっくり体を休めてくださいね。上が早く帰れば下が早く帰りやすいってやつですよね。早く社を出るときには必ずビジネスに関する予定が入っていたが、直接仕事と関係のない予定は実のところ久しぶりで、思いがけずこの後の時間を心待ちにしている自分がいた。楽しみにしていたんだね。クソガキは俺のことを知りたいと言っていたが、俺は。大変です、社長。どうした。たった今取引先が契約の見直しをしたいと。しかも2社同時にです。な、全く予期していない一言に目の前が暗くなった気がした。レベルを結成してから確かに全てが順調とは言えなかったが、
結果的に俺にとって息のしやすい場所になっていた。息ですか？マキはいつも俺たちの土台を優しい強さで支えてくれる。カグラは水のようだ。頑固で激しい部分もあるが、なければ何も育たない。ハトリは、そうだな。奔放に振る舞ってはいるが、誰より人の機微に悟い。下手を打つと火傷しかねず、けれど指標にもなり得る意味で、太陽かもしれない。邸宅のリビングには、俺とユイ。そして、万一にでも、盗聴相手に気づかれることのないよう、息を潜めて、レベルの面々も待機している。恥ずかしがってましたよね。でもこの褒め言葉。檜山さん、もしかして。ああ、かかったようだ。バーでの会話が盗聴されていると予測し、わざと偽りのサーバーとパスワードを話して、相手の侵入を待つトラップだね。この計画は見事成功を収めた。こんなに早く盗聴の可能性に気づけたのは、クソガキに相談したからだ。この点も認めていたんだね。私たちか知らない情報が漏れたとしたら、ラウンジでの会話を聞かれた可能性はないでしょうか。だが俺たちの席は個室で、部屋の周囲も人払いを。いや、そうか、その方法があったな。同調か。はい、可能性はあるんじゃないかと。うん、いいヒントになりました。というか答えだったよね。あの時、クソガキ自身に促されなければ、契約見直しの件を話すつもりはなかった。俺一人でも、いつかは同調の可能性に思い合っていただろうが。あの時の動揺を考えると、最低でも数時間は遅れを取っていただろうし、その遅れが決定的な損失につながっていてもおかしくなかった。まあ亀裂をね、檜山グループに生みそうな場面でもあったしね。切断された海外サーバーの最後は随分本丸に近い感じがしたんだけどね。根拠は？ただの勘。そのサーバーの IP アドレスは抜けたのか？ウェブ上の住所ね。いや、国名だけが限界だったね。今まではリーダーである自分が全ての責を負い、組織に関わる全員を守ろうとしていた。まあ一人で全部背負おうとしていたんだよね。だが、その責を背負えていたのは、レベルや社員の支えがあったからこそだ。まあ周りを信用してこそだっていうことに気づいたんだよね。信頼なんてって思っていたのに。カグラやマキ、ハトリにも改めて礼を伝えなければいけないな。そして、お嬢さんのおかげで今回はことが非常にスムーズに運んだ。え？いえ、私は何も。同じことをやるにしても、マトリの助力がなければもっと労を要しただろう。ありがとう。距離が縮まりましたよね。クソガキの力をもっと信じても良いのかもしれない。俺自身もクソガキにかけてみたいとそう思っている。それで関さんに一つお願いがあるんですが、関さんとのお電話ね。何でしょうか？明日もう一日お嬢さんをお借りしたい。はい？クソガキには明日俺の仕事に同行してほしいんだ。一日限りの社長と秘書として過ごす時間、檜山結衣を名乗ることになるんだよね。クソガキという強烈な個性を消してまでね。まあ、実況者的には笑いどころが一つ消えると不安になるんですけど。社長、こちらをどうぞ。それは？町工場の近くにあった個人店のサンドイッチです。社長の好物だそうで、大仕事を終えた後などは必ずお食べになると奥様専務がおっしゃっていました。まあ社長というのは先方の社長のことね。細かなところによく気がついている。それに
女性と過ごすときは大抵は先方が俺を意識するため、相手の立場や感情を考え波風を立てぬよう振る舞ってきた。紳士的に相手の望むよう立ち回れば、檜山グループにも俺にもメリットがある。だから自分の心の奥には踏み込ませないし、本音で接しようとも思わない。まあドライな関係性であるからこそビジネスができるっていう側面はあるかもしれないね。別にそれが苦痛と思ったことはないが、クソガキと過ごしているといつの間にかあるがままの自分になっている。打算のために関係性を壊さないよう気をつかずともいいと、いつの間にかそう思っている。考え方が変わってきたんだね。食べさせてくれ。は？サンドイッチを食べたいと思いクソガキに頼む。腹ごしらえをするなら今のうちに済ませておきたい。アーンタイムね。は、ここの赤信号は長い。あと3分弱は続く。お？無言で俺の口元にサンドイッチを持ってきたクソガキはなぜか頬を染めていた。秘書の仕事って大変ね。うまいな。助手席に座っている彼女に自然と視線が吸い寄せられる。誰だ？似た面影を知っているような。記憶の中だけで甘やかに香る花。金木犀の下で出会った彼女とここでもリンクしていたんだね。あの檜山さん、運転中です。ああ悪かったな。お嬢さんの顔を思わず見つめてしまった。近づきすぎるのも考えものだな。彼女とクソガキを重ねるのは双方に対して失礼だ。俺はまた自身の感情を折りたたんでしまい込んで主観を捨てたわけね。それから1週間が経った頃、この度は契約続行のご判断をいただき誠にありがとうございます。これを。檜山社長、私の好物をご存知で？いえ、先日の秘書代理が奥様から伺ったことを聞いたまでです。まあお恥ずかしい、ありがとうございます。檜山由衣さん、すごく話しやすくってついいろいろお伝えしてしまって。檜山社長とはまた違う優秀な方ですね。あんな方が一族にいらっしゃるとは。ちょっとあなた。いや、すいません。決して檜山さんがどうこうというわけではなく。いえ、わかります。クソガキのような人間は檜山家からは出てこない。もしよければあのお嬢さんにもお返しをさせてください。何か好きなものがあれば。単なる親族ですからお気遣いなく。クソガキの好きなものか、知らないな。屋敷で共に暮らしているのに俺はお嬢さんのことを何一つ知らない。当然だ、俺は何一つ知ろうとしてこなかった、踏み込まなかったもんね。ただ今は、実は檜山さん側からの片思い的なところがあったってことですよね。クソガキユイを知りたい、そんな感情がいつの間にか芽生えていた。元をたどればね、檜山さんから金木犀の君への片思いっていうところをヒロインの力で両思いにしていくというか、最後ようやくね、そのヒロインと金木犀の君が一致するっていう展開ですからね。一体いつからだろう。檜山さん好きだ。は、え、いつから俺はクソガキを。クソガキが俺の内面に踏み込もうとしてきた時、不快ではなかった。秘書という立場でそばにいた日、もっとクソガキ自身を知りたいと思った。あの時はクソガキという存在にただ興味を惹かれていただけだった。でも
今は。お前は俺のそばにいればいい。檜山さん、お前だけは渡さない。姿を消したイワンを追おうとするクソガキを抱きしめる。気持ちは本心だったということですよね。ここでこのスチル。俺は今までわがままを言わないようにしてきた。言ったところで叶わないし、言ってはいけないものだと教え込まれてきたからだ。帝王学ってやつですよね。檜山さん。でも、お前だけは嫌だった。離れたくないし、話したくない。他のすべてを捨てても。ああ、そうか。クソガキの体温に、過ぎた日の記憶が蘇る。そんな、なんで？一緒にいると、息ができる。怖いものがなくなる。何に対しても、一生懸命で、花みたいで、けなげで、強くて、まっすぐで、愛おしい。一番最初は単に花をめでるようにってところから始まっていたんだもんね。あの夜だ。思い当たる節があるんだね。自身の思いがクソガキの愛情へと振り動いたきっかけは間違いなく。あの時かな。そうだね。戦場で狭く暗い配電室に閉じ込められた夜。この部屋、きちんと換気されています。鍵は閉じてしまいましたが、ドアにも隙間はあるはずです。ここでの対処療法は分かっていなかったけれども、できる限りのことをやってくれたんだよね。かつての心の傷が想起され、パニックに陥りかけた俺に、クソガキが話しかける。閉所恐怖症という弱点ですよね。いつの間にか俺の手を、柔らかな両手が包み込んでいる。外からもさっき海の音が聞こえてきたんです。すぐに出られます。大丈夫ですよ。クソガキは俺を見捨てないのか。そばにいてくれるのか。兵所恐怖症は誰にも知られてはいけない弱みだった。レベルメンバーは感づいてる感ちょっとあったけどね。レベルをはじめ藤林以外の使用人にも隠し通してきたのに、こっちとしては隠していたけどってことでしょうけど。気分どうですか？すまない。謝らないでください。そうだな。俺の弱さを知ってもなお俺に微笑みかけてくれるのか。これは男としては嬉しいかもね。発作のように襲ってきた恐怖が徐々に引いていく。呼吸ができるようになっていく。人が来るまで座っていいよ。やっと落ち着いてきて腰を下ろすと、自身の不甲斐なさを実感する。呆れたか？え？情けないだろ、あんな。頭を下げた俺に対して帰ってきたのは予想外の答えだった。他人の裏をもう少し疑えって檜山さんは言いましたよね。裏を見るって個人的にはあまり良いイメージがなかったんですが、気せずして裏側に触れられた気がしたんです。檜山さんにも柔らかいところがあったんだなと。裏っていうのはね、悪いことばかりじゃないもんね。ずっと俺にとっては恥ずべき弱点だったのに、クソガキはそんな捉え方をしたのか。嘘のつけないお嬢さんなのは今までの日々で分かっている。個人的に檜山さんのそういう面を知れたことは悪くなかったと言いますか、檜山さんが今の地位や振る舞いを努力して作り上げたことが分かった気がして、ここの理解者になってくれるのは嬉しいよね。努力を認めてもらえる。衝動的に触れたいと思った。手を。手？握っていても構わないか。努力家の彼の甘えどころになっていくわけね。
手袋を脱ぎ去って、ありのままの手を差し出す。もしかしたらこのね、自分の自信のない部分を隠すための手袋なのかもしんないよね、描写的にね。自分から絡めたクソガキの指先が温かくって胸が詰まる。ここでこのスチル。温かくて心地いいな。そうですね。蔵に閉じ込められた幼い頃からずーっと暗闇が、夜が恐ろしかった。だから俺は真夜中でも頭を、体を動かし続けた。なるほど。けれど、クソガキといると、真っ暗闇もそう悪くないと思える。まあだからショートスリーパーになったのかもしんないね。胸の奥にいつの間にか生まれていたのは、目頭が熱くなるようなぬくもりだった。手をつないで語り合っていると、いつの間にかクソガキは眠りに落ちていた。閉所恐怖症で恐怖の中、一人にしちゃって大丈夫だったのってのは気になっていたよね。挑戦としていられるんなら、仙人になってもいいなんて。どの口が言ったのだろうと、自身を笑いたくなる。彼女の手から感じるぬくもりも、自身の握り返す力も、間違いなく人間の生きているからこその温度で。クソガキ、クソガキ、よい。囁くように彼女の名前を口に出す。まだお嬢さんは眠りの中にいる。気づかれないことをいいことに、この体ごと抱きしめてしまいたい、なんて。所詮、俺も単なる男ということか。どうしようもない欲が息づいてしまったのを感じながら、寝顔を黙って眺める。でも手出しはしない、ジェントルマン。そのまま永遠にも一瞬にも感じられるような時間が過ぎて。まあでもここで手を出す男性の方が少ないとは思いますけどね。気候の直前で服部に発見された俺たちは、すぐレベルの待つホテルの一室へと向かった。ありがとうございます。もしもし。クソ一家、ついにやったぞ。ルシファーの。え、現行犯逮捕ですか？ルシファーは違法薬物の名前ね。お。ルシファーに関する大きな動きに、急に現実へと引き戻される。俺とクソガキが船内で閉じ込められた日に、ルシファーの売人が逮捕された。そしてあの船には、怪しげなロシア系の男と服部が乗り合わせていた。このロシア系の男というのがイヴァンのことね。一連の流れは偶然が重なったにしてはできすぎている。カグラ、お前のピアスがつけた初日に壊れる可能性は？ありえないけど、壊れたんならそれが事実でしょ。第三者に石を外れやすくする細工は可能なのか？方法がないわけじゃないと思う。人混みの中ですれ違いざまにピアスのキャッチを緩めるとか、それこそどこかの国の一流スパイか捜査官なら不可能じゃないかも。すごい技術。なるほどな。俺に濡れ衣を着せた人間にも閉所恐怖症のことは知られたと思った方がいいな。次に敵が利用するとしたら、俺の恐怖症、そして船の中で俺がすがってしまったクソガキだ。まずは監視カメラの映像を徹底的に洗うしかないな。この辺までは掴んでいたんだね。しかし監視カメラの映像に怪しげな動きをする人物は確認できなかった。データだけを見れば閉じ込められたのは故意ではない。マトリによる売人の逮捕やレベルとの捜査協力によって、ルシファー密輸の核心には徐々に近づきつつある。クソガキが手掛けた報告書や服部の裏での尽力もあり、俺自身への嫌疑も晴れつつある。まあルシファー密輸のね、その事件の真相に迫っていってるのは仕組まれてるんだもんね。イヴァンの思う通りに進んでるってことだよね。
しかし、なぜだ？何か大事なことを見落としているような気がする。流行る気持ちを抑えるようにして、庭園でまだ咲かない芝桜の手入れをする。この芝桜の名は、アメイジンググレイス。今年の春も見事に咲き誇っていたが、また美しく可憐な花をつけるのは来年の春だ。そうか。その時にはもうクソガキは俺の屋敷にいないのか。クソガキにもこの花の美しい姿を見せたい。そう自然と思ってしまったことに自分自身で驚いた主観がありました。何を考えているんだ俺は。来年の春クソガキがこの屋敷にいないのは至極当然で、別れは幼少期から至って自然な出来事だった。祖父母の家に沿わない家庭教師とはすぐに会えなくなったし、あの小さな町にもいつまでもいることはないと分かっていた。けれど今胸の内がざわつくのはなぜだろう。どうして俺は。自問自答。珍しいね。春の花々が咲き誇る時、隣にクソガキがいればいいのにと、そう思ってしまうのだろう。割り切れない感情の処分は慣れている。整理できないまま脇に置いてしまえばいい、捨て去ればいい、そうしてきたもんね。今週末お嬢さんと出かける時間を大切にしよう。クソガキと俺の外出は必ず適正力の興味を引く。その時間を使ってできる有効な一手といえば、ここは客観的な判断だよね。もしもし。急に悪いな。少し頼みができた。羽鳥さんと作戦会議。へえ、ゆいちゃんとデート。おめでとう檜山、楽しんできてね。こちらの外出に注目が集まっている間にイヴァンの身柄を洗うことは可能か。もちろんできないとは言わないけど、デートまで利用するなんて檜山も素直じゃないよね。羽鳥さんは気づいてるんでしょうね、この二人の感情というか。クソガキと出かけるのは取引の一環だ。それはお嬢さんも理解している。ああ、素直じゃないっていうのはゆいちゃんに対してじゃなくって、自分の心に対してってことだよ。自問自答しろよってことですかね。どういう意味だ。あれ、ちゃんと言葉にしてあげないとわからない。女の扱いに関しては一枚上手です。俺ずっと思ってたんだよね。さあどう語りますか。ゆいちゃんなら檜山を人間にできるんじゃないかって。仕事の件いつものツールで送っといて。人間か。情で決断を左右される人物は檜山グループを背負うのにふさわしくない。まあ誰にも頼らず来たんだろうね、そうやって。まあそれが頼られる男なんでしょうけれども、幼い頃に教え込まれた帝王学がいつしか俺自身の考えとなり指針になった。教えにそぐわない感情は置き去って、幼い頃青い目の老婆が英語教師として屋敷に来ていた。彼女は寂しい時や悲しい時は神様に祈るといいと俺に言って、とある歌を教えてくれた。クリスチャンなんだね。その教育は祖父母の考えと合わなかったらしく、すぐに彼女とは会えなくなった。宗教的衝突。そんな記憶思い出すこともなかったのに。老婆から教えられたその歌を口ずさむ。くしくもその曲は眼前の芝桜と同じ名だ。なるほど。アメイジンググレイス。いつの間にかクソガキがすぐ近くにいた。感情が湧き立つままに手を引きそうになるのをこらえる。ああそうか。まあ鼻歌を聞かれてしまった場面でしたよね。俺はクソガキがいなくなると
寂しいのだ。と、道理でこの後、テンション高く、庭で合唱したわけだと、分かったところで、今回はここまでにしておきましょう。次回、いよいよ、檜山本編の最終回となりそうです。メインストーリーと同じライターさんが書き下ろした作品ならではの伏線回収と緻密なストーリーの締めくくりに期待しましょう。そんな感じで引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況をやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。